丈夫かな。おじさん大丈夫？お父さん感すごかったっすね。株のエンジンは静かですね。はい、そろそろお客さん家が近くなってきましたのでね、本日のねバイクの紹介を全部していきたいと思います。今回ねお客さん買っていただいたのはスーパーカブで、セル付きの、4速のですね、
燃費がまあとにかくすごいいいっていうのと、まああと言うと来るときね、12,070 ぐらいで来たと思うんですよね。もう今50キロぐらい走ってますけどね、まあ、全然スムーズに本当走るバイクで、本当カブって丈夫だなっていう形ですかね。で今回ちょっとカゴ付きで、ちょっとこれすみません、僕の飲んでたジュースなんですけどね、まあ、ゆっくり来て、まあ、2時間ぐらい走ってきましたかね。まあ、全然順調に、だいたい40キロぐらいで走ってきましたよね。で2014年モデルのスーパーカブだと思いますね。であとお客さん家までだいたい15キロぐらいですね。まあ、だいたい40分ぐらいで着くんじゃないかなと思います。まあ、カブってね、あの日本一周とかにもね使われてるバイクなんで、まあ、本田さんのバイクって本当すごいなと思いますね。これ、まあ、本田さんじゃなくてもそうなんですけど、ヤマハさん、スズキさん、川崎さん、あとまあハーレーとか BM とかね、まあ、あとデカティとかもいろいろメーカーありますけどもね、まあ、本当いろんな僕もバイクを乗ってきましたけど、まあ、いろんなバイクね乗ってね、こうやってお客さんのところに、ね、届けるっていうのもね、やっぱ僕の中ではすごいいいなっていうのね、あのやっぱり自分で乗ってってちゃんと乗ってこれてますよっていう安心感をね、僕はちょっとやりたくて、あのお客さんのところに行ってってあのやったりしてますね。まあこれからもね、まあ、今日荒川から横須賀って、まあ近くはないんですけど、まあでもこうやってね乗ってこれるんですよってことを僕は証明したいっていう形ですね。まあ横須賀じゃなくてですね、行けるところはこれからもね配達自分で乗ってってやりたいと思います。じゃあこれから、お客さんのところに向かいます。カルピスソーダ、体にピース、喉越しすっきり。バナバナって好きだな。血譲ってますね。いい光景だな。ちょっと寄り道しちゃいました。これ川なのかな、海なのかな、ちょっとわかんないですけど、なんかいいなと思って寄り道してしまいました。なんかこういうバイク乗れるっていいっすよね。海にバイク、海なの、海だっていいと思います。うわー、でも潮の匂いがすごいな。海だな。さあ、早く行かないと。